トソンさんっていうとこのマヌカハニーです。これは妻が何かのおまけで3本ほどもらったやつの1個です。もう1本どっかに確か置いてあったと思います。マヌカ蜜結構抗酸化作用が強くて、抗菌作用が強いって言われてますが、正直めちゃめちゃ苦かったです。お薬のような味がしてて、ちょっとこれは食べるの辛いなと思うぐらいの苦さでした。これはオーストリア産の百花蜜です。オーストリアも結構百花蜜多いみたいで、結構たくさんあるなっていうのが、今回棚卸ししてみて思った感じです。ヨーロッパの蜂蜜は全体的にちょっと黒っぽいかなっていう印象があります。これはもしかしたら好みかもしれないです。フィンランド産のムーミンの蜂蜜です。これ多分ムーミンショップ行った時に偶然見つけて買ったやつやと思います。北欧産の蜂蜜って結構、なんて言うんでしょう、イメージ的に珍しくてついつい買ってしまいます。美味しいんですよね。結構黒い、色が黒めなんがわかる。ムーミンの蜂蜜です。これも。基本的にはボトル入りのと一緒やと思います。こういう風にゼリーとかと同じような容器に入ってるのが面白い特徴的なところで、オーサムさんとかっていうところのオーガニック蜂蜜です。アメリカの有機認証を取っている蜂蜜で、メキシコ産になってます。ここにオーガニック認証を受けたところと、オールサムスイートネスっていう会社が作ってますっていうのが書いてあって、メキシコで作られてる、ブラジルとメキシコですね、のを混ぜてあるっていうのがわかります。結構黒めの蜂蜜で、出てけえへんかったかあれと思ってるんですけども、ミツバチノートさんっていう養蜂場さんがあって、持ってるはずなんですが、そこの2021年の去年が蜂蜜になってます。3種類入ってるはずです。桜と百花蜜ともう一個何やったかな、なんかが入ってるセットになってます。結構こういうチューブになってると、例えば登山に行く人とかがこれ持っていくとかなりいい栄養源になると思います。最近こういうチューブ状のもたくさん売ってて、チューと食べれるのはいいかなっていうふうに思ってます。今日一日蜂蜜取ってきたんですが、ちょっと番外編になるかもしれませんが、沖縄養蜂さんのロイヤルゼリー入りの蜂蜜になってます。これどっかに書いてあったと思うねんけど、黒砂糖かなんかが混じってる蜂蜜で、加工蜜にはなりますが、蜂蜜は蜂蜜だろうっていうので1個にカウントして